はい、キラキラ女子っていうのがありますよね。トラックドライバーのどこを切り取るかっていう話からキラキラ女子なんですけども、私はね、何人かキャバクラでお勤めの方とお付き合いしているところ、自宅というかね、その人のお住まいに呼ばれたことがそれぞれあるんですよ。で、まあ言ってみるとね、ちょっとこうその人のお部屋っていうのは、おおむね華やかさとはだいぶ違って、結構くたびれた感じがあったりとか、散らかってるんだけど何もないみたいなね、表現をよくするんですけども、いや本当になんかこう人に見せれないところを全部部屋の中に詰め込んでるなっていう感じがしましたね。だから仕事場でもピリッとしてて、家に帰ってもきちっとしてるってことはあんまりなくって、あくまでも見せるところは見せるようになってるし、見せられないところは見せられないようになってるのかなっていうところですね。まあ麻雀をやってても思うんですけども、みんな捨て牌って結構綺麗に並べるんですよ、捨て牌ね。でも手牌がぐちゃぐちゃなんですよ、大体。でもやってる本人は手牌がベストで、捨て牌に意識を向けてないっていうね。まあそんなこともあったりなかったりということでございます。まあこれをね、型にはめるつもりはないんですけども、何ですかね。やっぱり切り取っていくところと、私たちがどこに目を向けるかですよね。なんかよく成功と挫折とかっていうタイトルがあったりとかね、光と闇って言いますけども、どっちもその人自身なんだと思います。隠されたところも隠してないところもその人自身ですよね。まあさらけ出して今日も丸裸全力投球で行ってみようかなと思います。リファイト。